リウッドセレブ、米国を去る。ドナルド・トランプ候補が米大統領選を勝利したことで、もしトランプが再選されるようなことがあったら米国を去ると明言してきたハリウッドセレブたちの今後の動向に注目が集まっている。コメ人気ドラマ「アグリーベティ」のベティ役や映画「バービー」などで知られるコメ女優アメリカ・ペレーラ40はトランプが再び大統領に選出されたことにうんざり、カマラ・ハリス民主党候補が負けたことに打ちのめされている。自分の国はもっと良い国だと思っていたと関係者に漏らしたとエーシレーリーメールが伝えた。ペレーラは夫でコメ俳優のライアン・ピアーズ・ウィリアムズ43と子供2人のために新生活を始めたいとして米国を離れ米国へ移住することを検討しているという。またコメカッシエル78は前のトランプ政権の際は胃潰瘍になりそうだったとメンタルヘルスにダメージを受けたとし、もし再選されたら国を離れるつもりと語っていた。他にもコメ女優ウーピーゴールドバーグ68や30年近くロサンゼルスに住む英国出身の女優ミニードライバー54らもトランプ氏再選なら米国を離れると宣言していた。一方すでに米国を去ったセレブもいる。コメファンタジードラマゲームオブスローンズの英女優ソフィーターナー28は選手コメ氏ハーパーズバザーとのインタビューでつい最近子供たちを連れて母国に帰ったことを明かした。コメ最高裁が憲法上の中絶の保障を否定し、その判決を共和党が支持していることや社会不安による治安の悪化などから子供たちの将来を考えた末帰国を決めたと話した。ターナーは昨年コメ歌手上ジョナス30を取り婚している。アメリカペレイラはライマ考えるとアグリーベテも移民を受け入れさせるためのプロパガンダだったな。フカキョンとユンソナのドラマみたいに日本に来んなよ。オアオムワンワンを著名人が口だけなのは世界共通。記事見ると有言実行ですでに国を離れてる人もいるみたいだけど、記事中ですでに離れてるのは米国人夫と去年離婚した英国人女優が母国に帰っただけだね。検討中の人はいるけど、それ選挙権もないただのイギリス人。全単にイギリス人が自分の国に帰っただけ、去ったのは事実やんけ。実家に帰省しとるだけやん。わらわら東京疲れたから青森帰るわの柳葉敏郎や吉幾三と同じ。去ったからってなんだってんだ。愛国心あるアメリカ人がアメリカ出てくのと外国人が母国に帰るのがどうレベルのことに感じるのか。ドンパ寄りすぎだろ。そういう意味では日本に住んでるバックンは次はどうしてるのか。石破が総理になったら日本を去ると言ったね。東洋も出ていかないしな。日本を去るなんていう派はいない。生まれ育った国を捨てるなんてことができるのは左派だ。移住先はモナコやドバイやシンガポールとかカナダなら特に問題なさそう。寒いのを除けばあとは英華豪リチャード・ギアがスペイン永住。オバマ一家は今週にも国外脱出と関係者筋が語っているんだってか。リチャード・ギアは奥さんがスペイン人だからな。スペインは来たらまた戻ってくる。チベットやウイグルのことで中国批判してハリウッド追放状態だからな。エプスタインとディディ、どちらかのリストが開示された際に名前があったら戻れないよ。脱出というより別荘とか持っててしばらく滞在するだけでしょ。ただの金持ちの道楽だよ。そうだといいがね。ねえ今どんな気持ち？金持ちなんだから好きなとこ行けよ。ロシアのプーチンくらいの暴君じゃない限り別に国を離れなくていいだろ。もともと移住計画があったんだろ。日本人からしたらバカじゃないの？って感じだが、アメリカの一般人はどう思ってんだろ。アメリカ人もそうだから鎌が大敗したのよ。アメリカのわがままちゃんたち。ビリー・アイリッシュもアメリカ出ていくって言ってたよな。まだアメリカおるの？思い通りに行かなければ癇癪起こしてはめき立てるってガキかよ。わらこいつら口だけだからな。実際に出て行ったセレブもほとんど里帰りみたいなもんだしな。覚悟がないふにゃふにゃした発言で勝てるわけねえ。ウーピーゴールドバーグしかわからん。4年後もトランプになったら本当に出ていくわよ。貧乏人の頂点がセレブなんだよ。わらそういえばドイツに亡命したいとか言ってた日本の政治家は何してるん？先週末、次期閣僚候補に指名されている米軍の上級幹部がエクスタインとディディの顧客リストを開示請求したというニュースもあるからね。アメリカはセレブが政治に意見を言うのは素晴らしいから日本も見習うべきって意見をよく聞くけど、アメリカ見てるとセレブが政治発言することで余計に分断深まってるから、やっぱり日本くらいがちょうどいいな。気に入らなきゃ出ていけるセレブはいいよねって。やっかみで分断が加速。このセレブ賞たちがハリスの足引っ張った面もあるわね。脱出できるのは金持ちだけ。それに米国籍も放棄しなければただのパフォーマンス。会話いくらでもいるのだからどうぞどうぞ。もちろんもうアメリカ映画やドラマや番組に出たりしないんですよね。